ずっと座ってデスクワークだったり在宅ワークされてる方、お尻がボンと太りやすくなるんで、今日はその解消方法を紹介します。こんにちは、ひなゆです。今日は皆さん、引き下がったお尻、垂れたお尻、そしてこう脂肪がついてきちゃったお尻をこうキュッと引き上げてシュッと細くする方法を皆さん紹介するんで、お尻ってこう大臀筋と中臀筋が主にこう運動しないで固まって、だん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 代謝が悪くなってお尻がポンとなっちゃうんで、まあ、座ってる方とかあんま運動しない人なんかは特にお尻の筋肉がすごい低下して代謝が下がるんで、主にこの大臀筋と中臀筋ってこの下肢、足のね筋肉とつながってるんで、全部ひっくるめて一緒に運動することで一気にキュッと細くなるんで、僕の真似をして今から一緒にやりましょう。まず中臀筋にアプローチしたいんで、足をこう上げれるとこまで横にこうやってくってあげます。20回一緒にいきます。よーいスタート。1、2。このようにバランスをね、取りづらいと思うんですけど、なるべくこう頑張ってバランスを取ることでこっちのお尻にも効くんで、なるべくこうクッと頑張って、18、はい、19、ラスト、okay。そしたら今この足の筋肉が張っちゃうんで、そうすると足が太くなっちゃうんで、こっちの外側のストレッチをしたいんで、足を伸ばしたまま、膝を伸ばしたまま、こっちにこうやってギュッとグーッと伸ばす。で、体をこっちに倒す。そうするとここが伸びる感覚があると思います。20秒間伸ばします。頑張ります。よーいスタート。なるべく重心をこっちにグッと、じゃあ膝は絶対こっちの左足の膝をこう伸ばす。で、こっちは曲げていいんで、こっちに手をこうグーッとついて、なるべくこっちに、そうするとここが外側が伸びる感覚があると思うんで、それで伸ばしていきます。はい、20秒経ちました。 OK。 そしたら今度逆足をこうやって上げていきます。これもまた20回いきます。数えます。よーいスタート。1、2。このお尻の横側サイドをこう少しこう意識して足を上げる、横のサイドですね。息を吐いて、すごい疲れる、熱い。18、19、ラスト。 OK。 そしたらまた同じようにこっちの膝伸ばしたままお尻をこっちにグッと、よーいスタート。はい、グッとこっちに、ね、膝をもう足をクッと伸ばすのがコツです。そうするとね、外側が伸びる、絶対膝を曲げない、こっちをこっちは曲げてダメ、なるべくお尻を向こうに。はい、20秒経ちました。 OK。 そしたら今のをもう一回繰り返します。またこっち足上げますよ。よーいスタート。1、2。お尻のここの中臀筋、横側をこうやってキュッキュッて今締めてるイメージです。やばいです。これはもう履けなかったパンツも絶対にキュッと上がるようになります。18、19、ラスト。 OK。 そしたらまた同じようにこうお尻をキュッとクッキュッと伸ばします。よーいスタート。はい、クッと伸ばします。突き出す。ゲット。これが休憩です。伸ばす休憩、収縮させて伸ばす休憩、膝を伸ばす、絶対膝を曲げちゃダメです、こっち側。はい、20秒経ちました。 OK。 そしたら今度右足を上げていきますよ。数えます。はい、よーいスタート。1、2。はい、待ってね、つま先はもう前にこうね、足をなるべく前側に向けたまま、そうするとそれ、このお尻の外側に効くんで、よし、頑張って。こんなお尻が運動されることはありません。ラスト。はい、 OK。 そしたら同じように膝を伸ばしたままお尻を突き出す。よーいスタート。絶対にこっちのお尻を突き出す方の足は膝を曲げない、外側が伸びてます。わかりますか皆さん。ちょっとね、硬い人はね、後ろ側ふくらはぎとか膝の裏まで伸びる感覚があると思うので、合ってます、硬いだけなんで。はい、20秒経ちました。 OK。 熱
暑。なんで？めっちゃ汗かいてきた。なんで？そしたら今度こうやって壁に手を寄りかかって後ろにこうやって足を蹴り出すだけです。これを20回いきます。よーいスタート。1。もうね、ほんと軽く、全然軽くでいいんで、蹴って戻して蹴って戻して、これを繰り返すだけです。壁に手ついてるんでバランスをね、崩さないように、本当にこの後ろの大臀筋に効かせてるトレーニングになります。結構お尻が疲れるはずです。19ラスト。よっしゃ。したら今度逆、数えます。はい、よーいスタート。蹴って戻して蹴って戻して、こうやって繰り返す。上げれる、そんなに思いっきり蹴んなくていいし、あんま上に上げなくていいで、ほんと簡単に蹴る、簡単に蹴る、キックキック、よし、ふ、息を、ふ、18、19、ラスト。OK。したらお尻のストレッチをしたいんで、こう後ろにお尻を突き出す。20秒間いきます。ございます。よーいスタート。お尻も今伸びてるんですけど、後ろのハムストリングス、もも裏も伸びてると思うんで、ぐーっと後ろに思いっきりお尻を突き出すような感じです。膝をこうやって曲げてやることでお尻めっちゃ伸びる。はい、20秒経ちました。 OK。そしたらまた同じように蹴っていきます。よーいスタート。1。蹴る、簡単に蹴る、キックキック、キック、たまにパンチ、キック、たまにパンチしてもいいです。キック、でもパンチするとわけわかんなくなっちゃうから、キックね、暇な人はね、こうやって両方にやっちゃってください。シュッて。18、19、ラスト、はい、逆いきます。よーいスタート。1、2、キック、キック、よし、頑張って頑張って、こんな感じ、楽しい、めっちゃ楽しいよ。ここ、こうやってやった方がなんかバランス取りやすいかもしれない。18、19、ラスト。よっしゃ。でまたお尻を後ろに突き出して20秒間伸ばします。ございます。よーいスタート。ぐーっと伸ばす、お尻を後ろに突き出す、最大限にお尻をめっちゃ後ろに突き出す。やっぱこの大臀筋と後ろのもも、ハムストリングスがね、筋肉がこうつながるんで、やっぱこう両方柔らかくこうやって伸ばしていかないと。今両方収縮するかって、両方今伸ばしてます。はい、20秒経ちました。 OK。 じゃあ最後のストレッチです。足をこっちはぐらかいて、こっちをこう外に持ってきて、クッと抱える、胸につけます。これを20秒間にいきます。よーいスタート。背筋をしっかり伸ばしたまま、体丸くならないで伸ばしたままやります。今日の皆さん疲れましたかね。ちょっとハードめな、やっぱりね、少しハードぐらいの方がね、皆さんにね、すごいいい運動になるね。 OK。 そしたら今度逆側いきます。こっちあぐらかいて、こっち膝抱えて、胸につける。はい、よーいスタート。これ背筋を伸ばさないとね、効かないんで、お尻、お尻が伸びる感じを感じてください。このぐらいね、ちょっと少しハードな運動をやっぱちょっとやると、運動したっていうね、汗がね出る感じがあるんで、皆さんにはこのぐらいの運動がね絶対ちょうどいいですから、ぜひ続けましょう。 OK。 皆さんよく頑張りました。お疲れ様でした。今回の、ね、運動は僕でもね、かなり汗をかくぐらいなんで、きっと皆さんもね、いい感じで汗をかいてると思うんでね、これからスキニーパンツを履きたいな人が多いと思うんで、ぜひこれを続けて痩せたお尻を披露してください。このようにアクロナス TV では、今よりも綺麗にいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいって思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。